私もあ太るもの食べちゃったなという時にさっとこのドリンクを飲んでいるんですよ。今回は痩せるリンゴ酢重曹ドリンクについてお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢重曹ドリンクを飲むと痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきます。3つあります。まず1つ目です。それはあなたの腸内環境を整えてくれるドリンクだからなんですね。もうとにかくですね、もう痩せるためには何をすればよいのか、もう大前提はあなたの腸内環境を整えることが一番大切なんですね。なぜかというと痩せ体質に根本的にならないと、いくらその時だけね痩せたとしてもリバウンドがね待っていますよ。そんなことにならないためにもまずはあなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちが増えて元気になって、いつまでもあなたの腸内でね、もういつまでもねあなたの腸内に暮らしたいですってね言ってもらう必要があるんですよ。そのために必要な痩せるポイントを押さえているのがこのリンゴ酢を使った重曹水になるんですよね。後で詳しく効能は項目2番でお伝えしていきます。では次2番目です。あなたの代謝が上がります。これもちゃんとね仕組みがあるんですけれども、このドリンクを飲むとあなたの滞っていた代謝がアップします。やっぱりね、わかりますよね。年齢とともに、昔若い頃だったらもうどんなに食べても、まあ、1日2日ぐらいですぐ元に戻っていた体型とか体重がなんで1年も2年も経っても変わらないのってね、ないですか。もうそれはね、ある意味体のもう自然な流れですよね。年齢とともに代謝ってどん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 下がっていくわけです。ですから同じカロリーを取ったとしてもそれをエネルギー化して燃やすことがもうできないっていうね。そのためにやはりね運動も大事ですし、内臓を元気にすることも代謝を上げることになりますから、そのあたりからちゃんと手をね入れて日頃からケアされると、落ちていく代謝をしっかりと抑えて、そこを今度底上げしていくっていう効果を自分自身で作ってあげることがとっても大切になってくるんですね。で最後3つ目、弱アルカリ性ってちょっとねいきなり難しい、なんか理科の話みたいな感じになってくると思うんですけども、これすごくね、まあ、簡単なんです。要するに私たちの体は常に弱アルカリ性に保たれているこそ健康でいられるし、また痩せ体質になることができるんですね。でよく甘いものとか脂っこいものとか添加物いっぱいとか、そういったものを日常から召し上がってしまっていらっしゃる方っていうのは、お体がこの弱アルカリ性ではなくてもう酸性に傾く、まあ、要は老化まっしぐら、年取っちゃうっていうですね、細胞が。で結果がんであったりとかいろんな病気になるわけです。そういった酸性に傾いた体内をその弱アルカリ性にパッと切り替えてくれるのがこのドリンクの、まあ、最大の効果と言ってもいいくらい効果があるというドリンクになってくるんですね。では2つ目の項目です。何をということで、今回その痩せるドリンクを作るために必要な材料がありますね。それぞれの痩せ効果をあなたにさらに詳しくお伝えしていきたいと思います。まず使うのはリンゴ酢です。で私は別動画でもたくさんリンゴ酢を使ったドリンクであったり、お料理のレシピであったり、まあ、デザートであったり、そういったものもお届けしておりますから、ぜひこの動画を見終わったあなたは別のリンゴ酢のレシピもチェックしてみてくださいね。とお伝えしたいぐらいリンゴ酢ってすっごくね痩せ効果が高いお酢プラス健康にも良いので、日々のお食事生活に取り入れていただきたいなと思っています。でこのリンゴ酢がなぜすごいかと言いますと、とにかく脂肪燃焼っていうことで、あなたの溜め込んできてしまったその脂肪をこうどんどん燃やしてくれる効果が
高いのがこのリンゴ酢です。でまた基礎代謝をアップさせることができるんですね。その結果あなたは脂肪をつきにくくする体質へと生まれ変わることができます。そして太るもとですよね。もう例えば過去の私もそうですけど もう朝昼晩甘いもの、もうご飯を我慢してでもお菓子みたいなね、そんな人だったんですよね。まあ、結果今よりも10キロ太っていましたし、もう何よりも体調を壊してしまって、もう体が完全にその酸性に傾いていたんですよね。 もし私があのままあの生活を続けていたら、今こうしてもうあなたの前でこうやってね、笑顔で元気いっぱいでこの腸活についてお届けすることが、ね、できなかったかもしれないなって思うぐらい、もうとにかくひどい体調不良だったんですよね。まあ、詳しくはあの自己紹介動画を見ていただければお分かりになっていただけると思うんですけども、まあ、とにかくもう全てがうまくいかなくって、もう辛い過去があったわけです。でそもそもその甘いものですよね、食べてしまいますとその太るもとです、血糖値がうわっとね急上昇してしまうんですよね。その間に一気に体が脂肪をうわーっとこうね溜め込んでしまうわけです。では逆にどうすればよいかというと、その血糖値の急上昇をぐっと抑えて緩やかに上昇してくれさえすれば、脂肪を溜め込む率が減るわけですよね。それが太るか太らないかっていう、そのねやっぱりポイントになってきます。その時にこのリンゴ酢を使うことで血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれる、イコール脂肪の溜め込みもこうぐっと抑えてくれるわけですから、この効果を味方につけた方がいいわけですよね。そしてまだまだ続きます、リンゴ酢のダイエット効果です。たくさんお酢ってありますよね。よく先生何のどんなお酢がいいんですかってお尋ね LINE の方ですとかコメントにいただくことも多いんですけれども、それぞれやはりいい面もあるですが、ダイエットっていうその観点で言いますと、リンゴ酢がそのいろんなお酢がある中で酢酸が多く含まれているんですよね。この酢酸の働きで結果あなたの腸がもうふうふうとねこう眠って、疲れたって言ってる腸がですね、この酢酸が来たことでよっしゃ頑張るぞってなるわけです。働きますってなるわけですよね。だから私たちはこの腸をいかに元気に働いてもらえるかもらえないかでも全然その代謝が変わってくるわけですよね。栄養吸収もそうです。腸が元気じゃないまま動かないままですと、もちろん食べたものが消化吸収できず、結果あなたは食べても食べても栄養が取れない、どんどん太る、そして栄養がないということはその痩せるホルモンも作ることができない、結果太っていく、味覚を司っているホルモンたちも作れない、結果どんどん太るものが食べたくなってしまうって、そのもうとにかく負のスパイラルへともうズブズブとですね引きずり込まれてしまうわけですよね。そこをやはりこの酢酸の効果であなたの腸が元気いっぱい、いつでもフル活動もピッカピカですよね。そういった状態になりますと痩せるわけです。そしてまた嬉しいのが満腹感を得やすいんですね、このリンゴ酢を取ることで。いかがですか、さっき食べたばっかりなのにもうお腹空いて、なんかお菓子が欲しいとかなる方っていうのはやはり問題があるわけですよね。その時にその暴走してしまう食欲をこのリンゴ酢で抑えてあげましょうねということです。そして最後、むくみ改善効果もあります。カリウムが豊富なんですよね。カリウムをしっかりとってあげることで水分代謝がその良くなって、どんどん余計な水分を外に出していくっていう効果がすごく高いのもリンゴ酢です。その結果やっぱり嫌じゃないですか、体重は減ったのに見た目変わらないで全然つまんないですよね。何のためだっていうことです。やはり見た目が美しくなったり健康美になったりすると、もう気持ちまで健康になってますますポジティブになって、いろんなことが好転していく、良いことがどんどん引き寄せる力ってアップしますよね。そのためにもやはり中の美しさも大事ですが、見た目の美しさもここやっぱり特に女性切り離すことってできないと思うんですよね。なので体の中から綺麗になれば結果見た目も変わって、自信を持って自己肯定感がアップして、あなたはこれもやってみよう、あれもやってみようって、こんな大変な状況下ではありますけれども
できることからね、じゃあこれやってやるみたいな、そういうこう奥からパワーが出るってすっごく大事ですよ。腸が弱っているとそんなパワーも出ることがないですから、しっかり中からもケアしていくことで結果外も綺麗になるというね、このプラスのスパイラルへと入っていきたいなと思いますから、ぜひリンゴ酢上手に日々の食生活に取り入れていっていただきたいと思います。では次の材料が持つ痩せ効果です。今回は重曹も使います。で、重曹と聞くとですね、先生重曹ってあれでしょう、こうお掃除に使う粉でしょみたいなねイメージがあると思うんですけど、もちろんお掃除用はダメですよ。お掃除用の重曹はあくまでもお掃除用ですから、飲んだり食べたりしてはダメです。私がここであなたにお伝えするのはもちろん食用です。こういった食品用の炭酸重曹を購入してくださいね。ここ間違えないように気をつけてください。お菓子作りにも膨らませるねベーキングパウダー的な代用として使う方もいらっしゃいますよね。よく私この話ですね好きなんですけど、よく田舎の方に行くと道の駅で田舎まんじゅうとか炭酸まんじゅうって売ってるんですよね。要はその地元のおばあちゃんたちがこの重曹を使って膨らましたそのあんこが入ったおまんじゅうをね、あんこが入ってないそのパンのような蒸しパンみたいな感じで売ってる時もあるんですけど、やっぱ懐かしい味がしますよね。なので昔の方っていうのはそういったそのベーキングパウダーっていうよりはこういった重曹で使ってらっしゃるんで、この重曹は確かに食品添加物ではあります。炭酸水素ナトリウムのことですが、その原材料は天然の由来のものですから、お体にとっての安全性は確保されておりますので、そんなに心配する食品添加物ではありませんが、ただ、お薬と一緒でそのこういったものに頼りすぎるっていうのも何と言いますか、その根本的な解決にはならないですよね。なのでこれは一時的に、私もこの動画の冒頭でお伝えしましたけれども、うわーちょっと甘いもの食べちゃったなとか、お肉偏って食べちゃったなとか、お付き合いでちょっとこれ食べたくなかったけど、どうしてもなっていうのってないですか？あなたも職場でないですか？いやこれ今食べたくないけど勧められてね、食べ食べって言われても食べちゃったんです先生甘いのとかね、ありますよね。いつでも自分の思い通りになるってね、なかなか誰しもないと思うんです。でもそこで放っておかずに、食べちゃったなと思ったらこういったものでさっとリセットするっていうのが大事なんですよね。で、何が言いたいかというと、その太る、元です、お体が酸性に傾いてしまうような甘いものとか脂っこいものとか添加物がたっぷり入っているような加工されたものを食べちゃったなって思う時は仕方がないんですよ。もうそれは食べちゃったんですから、もうそれはね変えることはできない。コントロールできるとしたら、その食べた後、じゃあご自分がどうするかということですよね。私もそうしています。その時にそのままお体を酸性のまま放っておくと太ってしまいますし、内臓が動かないですし、そもそも酸性の時って体内が機能しないんですよ。だからがんになったりするわけですよ。なのでそれをさっと弱アルカリ性に戻す状態を作ってくれるのが、やっぱりこの手っ取り早いのが重曹、リンゴ酢もねできるんですけども、重曹になるリンゴ酢ももちろん体内に入れば弱アルカリ性、その瓶にね入ったままの時はもちろん酸性なんですけども、体内にリンゴ酢が入ると弱アルカリ性の状態へと体をね戻してくれる効果があるのがリンゴ酢であり、またこの重曹でもあるわけです。なので酸性に傾いてしまって太ってしまう人も、ああ酸性ってなった時に、いやいやこっちおいでって、アルカリ性においでよって言ってくれるのがリンゴ酢とこの重曹になるわけです。この効果をセットで作ったドリンクが項目3番でお伝えするドリンクになりますから、ぜひ楽しみにお待ちくださいね。
ではその痩せるドリンクの材料とレシピをお伝えする前に補足で、さらにそのドリンクを作る痩せる食材の痩せ効果をね、残りほんの少しだけお伝えさせてくださいね。まだまだ続く重曹効果です、痩せ効果ですね、まあ、腸が活発に働きますというのは先ほどお伝えしましたね。もうここは OK です。で次、重曹を取りますと血液中にですね、その酸素を運ぶ力が強くなることで、あなたの血流がねとっても良くなるんですね。その結果やはり代謝が上がりますから、痩せ効果をそのゲットすることができます。でまた実は重曹って胃薬の材料にもなってるくらい、胃酸を中和してくれる働きがあることで胃の粘膜を保護してくれて、まあ、ちょっとした胃薬効果も期待ができますから、ちょっと最近ね胃がもたれていて、まあ、きついなって、なんか食欲ないなっていう時もこのドリンク飲まれるといいと思うんですね。ただし今回は重曹水だけであれば問題ないんですけれども、リンゴ酢も使ってますよね。なのでリンゴ酢はやはり酸性がまだまだその飲んだ直後は強いので、空腹時に飲んでしまうとかえって胃がムカムカしたりとかね、なんかちょっと気分悪いかもってなる可能性が高いので、その点だけは気をつけていただきたいと思います。はい、では最後にこちら、お好みでで構いませんが、飲みやすくするためにですね、私は今回蜂蜜を使っています。ただ別に先生甘くなくても私大丈夫です、酸っぱいの好きですという方はね、無理に蜂蜜を入れなくても良いんですけれども、ここで蜂蜜の代わりに例えば白砂糖であったりですね、人工甘味料であったり、そういったのは使わないでくださいね。逆に太ってしまいますから要注意です。でなぜ私が蜂蜜を選んでいるのかという、その痩せ効果について最後お伝えしていきます。まず実はね、蜂蜜って甘いから太るんじゃないのっていうイメージがお持ちの方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけども、実は天然の 100% の無添加の蜂蜜であれば脂肪燃焼効果が高いんですよ。お体にとって必要なアミノ酸がね豊富に含まれていますから、脂肪を燃焼させる効果も蜂蜜を摂ることで得ることができます。でまたオリゴ糖やグルコン酸が豊富に含まれている甘味料なので、実はあなたのですね腸内にいる痩せ菌たち、善玉菌たちが喜ぶものなんですよね。餌となってどんどん痩せ菌たちがよっしゃ頑張るってね働いてくれますから、甘いものを摂るときは私は蜂蜜をおすすめしてます。でまたポリフェノールも含まれていますから、これもですね脂肪燃焼効果があって痩せることができるんですね。で最後に大事、栄養価がすっごく高いんですよ蜂蜜って。やっぱりダイエットをする過程で間違ったダイエットをしている方がどんな傾向があるかというと、偏って例えばお野菜ばっかり食べていたりとか、極端な食事制限をされていらっしゃる方っていうのは栄養が足りないんですよね。結果どうなるかというと、栄養がないっていうことはホルモンを作る材料がない、結果あなたは味覚がおかしくなって暴走してしまって、どんどん太るものを食べたくなってしまったり、また体重をコントロールしてくれるこのホルモンがうまく作れなくなってしまって、もうあっという間にねどんどん太ってしまうという、そういった悪い方向へと行ってしまいますから、必ずダイエットをする時っていうのは栄養を取るっていうのも大事なんですよ。ぜひ腸活メニューで腸が喜ぶものを取りつつ、栄養もしっかり取っていただきたいなと思います。ではここから最後の項目3つ目です。どのようにということで、まずはその痩せるリンゴ酢重曹水の材料と作り方についてお伝えしていきますね。まず材料です。リンゴ酢重曹水の1杯分の量です。まずリンゴ酢大さじ1です。でこの時に選ぶリンゴ酢のポイントがありますね。太るリンゴ酢と痩せるリンゴ酢があります。で太るリンゴ酢というのはどんなものかというと、添加物がたくさん入っているものです。例えばお砂糖とか加糖ブドウ糖液糖とか人工甘味料、またアルコール香料とかですね、もういろんな余計なものがいっぱい入っているものはやめましょう。では逆に痩せるリンゴ酢ってどんなものかというと、選ぶポイントがあります。それは原材料をチェックしていただくと、たった一つだけからできているリンゴ酢です。純リンゴ酢と呼ばれるものですよね。なんと書いてあるかと言いますと、リンゴ果汁のみでできているものです。できれば有機栽培の国産のリンゴ果汁と書いてあるものでしたら、もう本当に良質のものになりますから、さらにいいと思います。
そして次蜂蜜もね同じですよ。無添加のピュア 100% のハニーですよね。蜂蜜を選んでください。それは小さじ1、ここはお好みでいいです。必要ない方は使わなくても OK です。あとは先ほどお伝えしましたこの重曹炭酸食品用ですね。私はこちらはあのスーパーのお菓子作りコーナーの一角で見つけました。おそらくあなたのね近くのスーパーにもお菓子コーナーであればほぼほぼ置いてあると思います。そしてそれが小さじ2分の1ですね。そして天然水を 150cc ご準備ください。で実はですねこちらの材料を混ぜると何に変わるかと言いますと炭酸水になるんですよ。シュワシュワーとね泡が出るんです。なのでこのリンゴ酢重曹水を作るときはポイントとしてちょっとグラスは大きめで作られるといいと思います。なぜかというとこうギリギリちっちゃいコップで作られたらそのうわーってねあの泡が出てこぼれちゃう可能性があるので注意してくださいね。では今から作り方と最後に痩せる飲み方ポイントをまとめてお伝えしていきます。まず作り方もう簡単ですがこれ手順間違えると溢れ出てしまったりよく混ざらなかったりしますから気をつけていきましょう。1つ目、大きめのグラスにまずは天然水と重曹と蜂蜜で特に蜂蜜はあの電子レンジでチンされると溶けやすいと思いますをまずは最初によくよくかき混ぜておきましょう。そうすることで上手に炭酸に作ることができます。でそこに次2番目、リンゴ酢を入れて、まあ、軽くですねもう入れた途端にもシュワーって泡が出てくるんですけれどもなんかね理科の実験みたいですごく楽しいですがもうあの先日娘にもねちょっと来てちょっと来てって言ってね目の前で作ったわー何これなんで炭酸になるのなんてね娘もキャッキャ言いながら喜んでくれたんですけれどもあのそれぐらいあのお子様にね見せて差し上げてもいいかなって思います。喜ぶと思うんですよびっくりして。でここはもう軽くですねうわーとか混ぜすぎちゃうと炭酸が抜けてしまうので、まあ、一般に売られている炭酸と一緒で抜けてしまいますから、まあ、軽くかき混ぜるのがポイントです。でここで私は常々痩せるためには冷たい氷が入ったような飲み物を飲んでしまうと太りますよってお伝えしてるんですけれども今回このリンゴ酢重曹酢に限りましてはちょっとホットはね向いてないんですね。なぜかというと重曹が入ってるからなんです。ちょっと重曹を熱々でっていうのはねおすすめできないんですねと反応的に。なのでだからといってですねじゃあ先生キンキンに冷えて氷ガバガバ入れてクーとかねあの美味しいんですよ。炭酸水ってやっぱりね冷たい方が美味しいって分かるんですけれどもあのあくまでもやっぱりおすすめは常温のお水で作っていただくのがやっぱり痩せるためにはベストなんですけれどもやっぱり時々ねちょっと冷えてた方がやっぱりね美味しいだろうなって思う方はあの半々で割ってくださったらいいと思います。常温水とその冷たい冷やしたお水でこう半分にせめてで割っていただく、まあ、せめて氷は入れないでいただきたいなと思います。ではここから具体的にどんなにシュワシュワになるのって気になりませんか。そこで私が別に実演で動画をご準備しておりますのでまずは作り方の実演動画をご覧ください。どうぞ。
さあ、いかがだったでしょうか。実演でぜひご参考にしていただけたらと思います。で、ここで最後に痩せる効果的な飲み方と適量ですよね、お伝えして終わりますね。まず注意点があるんです。先ほどからお伝えしております通り、とにかく食品用の重曹を使いましょうですね。中にはお掃除専門のものがあって純度が全然違いますから危険ですので、お掃除用はダメですよということでしたね。そして2つ目、1日あたり飲める量は多くても2杯までとしてください。なぜかというと、この重曹はですね、塩分がほぼほぼ多く含まれております関係で、塩分の取りすぎになってしまってはかえって太ってしまいます。なので重曹効果素晴らしいんですけれども、この重曹リンゴ酢重曹水はやはりもう重曹自体が 1-2g までを私もお勧めしておりますので、多くても2杯までにとどめてください。そして3つ目、ここすごく大事です。疾患、ご病気がある方は必ず担当してくださっているその専門のね、医師の先生方に飲んで大丈夫なんでしょうかということをご相談してくださいね。例えば心臓病であったり、高血圧の方であったり、甲状腺で何かしら問題がある方とかですね、そういった方というのはやはり飲まない方が良いんですね。なのでそういった方は妊婦さんとかもそうですしね、そういった方々は必ず飲まれる前にちょっとだったらいいかなとかせずにですね、必ずご相談されてから服用されてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回は痩せ効果の高い体質そのものを、太る酸性の体質から弱アルカリ性へとパッと切り替えやすいドリンクをお伝えしました。ただこれはやはり食品添加物、重曹を使いますから、こればっかり頼るっていうのはやはり根本的な解決にはなりませんよね。そもそもその太る酸性の体質になっているものを召し上がっているっていうことが問題なわけです。ですからそこを腸活メニューに一つずつシフトしながら、あなたの体質自体を変えていくことっていうのが大事。ただしどうしてもやっぱり一気に酸性に偏るものを食べてしまったなっていう時には、このドリンクすっごく有効ですから、臨機応変に使い分けてくださいね。でまた最後にお伝えしたいのが、別動画で重曹水ということで私お伝えしておりますが、重曹水に代わる効果を持つ天然由来の痩せ効果の高いドリンクもそちらの動画でお伝えしておりますから、日々のドリンクとしてはやはり天然のものをお勧めしていきたいと思います。ぜひご参考にされてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。